バッテン T あかねです。今日は何をするかと言いますと、ぼっちでも寂しくない簡単ハロウィンメイク、イエーイ。もう本当に簡単なハロウィンメイクをちょっとやりたいと思います。もう1分ぐらいでできるんじゃないかっていうぐらい簡単なハロウィンメイクを教えます。茶色っぽいのを使おうと思います。これはエモダのアイシャドウ、エモダじゃなくてもなんか普通にこれは雑誌の付録についてたやつなんですけど、これでも全然いけます。茶色本当は黒がいいです。ふんだんに全部で、ちょっとここ鼻とかにも塗って、あ、なんかこれ泥みたいだな。こんな色です。眉毛も塗っちゃいましょう。そしてこの茶色いリップみたいなので唇を塗っちゃいます。とりあえず塗っていきます。なんかミスターインクレディブルみたいな、ウケる。でもこれでここをね、チュンチュンチュン、なんかチョコレート食べたみたいになっちゃってる。あ、もうこれだけで可愛い。あ、可愛い可愛い。あ、もうこれだけでハロウィンじゃん。ちょっとちゃんとやんないとね。イエーイ、ハロウィン。簡単でしょ？何秒でできたと思いますか？多分30秒、1分もかからないでできたんじゃないでしょうか。ね、すっぴんでもいける。すっぴんでもザーって塗ったらできるんで。これでインスタあげれば。はい。ハロウィン来ました、イエーイみたいな。できると思うんで。で、傷を作りたい人。傷を作りたい人いますよね。まあ、あの傷を作りたい人はまずティッシュとなんかベッタベタするリップを用意してください。はい、それでじゃあどこに作りましょうか。ここに作りましょうか。で、まあ、まずとりあえずベタベタするグロスでも何でもいいので、これをねとりあえず塗りまくります、お肌に。まずこの2枚になってるじゃないですか、ティッシュって。でビューってやって1枚にします。それでこうちぎって、ちっちゃく、なるべくちっちゃくした方がリアル感は出ると思います。これでもうくっつけちゃいましょう、好きな感じに。まずちょっと肌と同化させるためにコンシーラー、これ100均でも何でもいいです。コンシーラーで周りをちょっと肌と同化させたいんで、周りをちょっとだけ塗ります。こうやってはい、周りに塗りました。そしてやっぱクリームチークじゃなくて、そしてこんな感じの赤いティント、ティントでも何でも、ティントの方がつけやすいかも。でティントでこうやって赤いのはね、これもちょっと量がないんですけど、もうちょっとリアル感欲しいですよね。リアル感欲しいならさっきのなんか茶色いやつとか使って赤黒くしたらなんかぽくなりませんか。完成。もうこれでさ、いけるでしょ渋谷これでもう渋谷いけるでしょ渋谷でウェイウェイパリピ。どうですか傷。イエーイ、もうすぐ本当にすぐなんで本当に簡単です。もう必要なものはコンシーラーとベッタベタなグロスと、あとは赤いティントだけで、リアル感を見せたいならちょっと茶色いね、さっきこことかに使った、もうここの余りとかでもいいんで、ここにジュ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 、はい。こんな感じで。
どうだったでしょうか？参考になりましたか？なりましたよね。こんな簡単にすぐ秒でできちゃうんですよ、ハロウィンメイクが。忙しい方でもね、私器用じゃないっていう人でも、私も器用じゃないんで、ない人でもここまでできるんでね。皆さん楽しんでこの動画がいいなって思った人は高評価、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。概要欄にツイッター貼ってるので、よかったらフォローしてください。バイバーイ。